今日はどうもありがとうございました、はい、やはり苦手なところというか圧のかけ方とか押すことに集中して指押しとか腕押しをしてたところをちょっとどういうふうに直したらいいかなっていうのを一応課題を持ってきたのでそこがよく分かったっていうか圧のかけ方どうやったらよく圧がかかるかっていうのは悩みの種だったんですけど なんとかこう入り口が分かってきたような気がしました。どうもありがとうございました。ビデオを買わせていただいてとても分かりやすいなと思ってたんですけど実際の人間でさせていただいたやっぱりそのビデオだけではその手先に伝わる感触とか分からなかったのがなんとなくこうああこれだっていうのが分かってちょっと今日の午前中までと今日受けた後ではちょっといろんな捉え方が変わりました。はい、ちょっと主人にするのを楽しみに帰りたいと思います。ありがとうございました。